結構言うタイプだから、すぐに酔わせるから、あっという間にバレるで。うん、あんま喋らないようにさせないと。俺まで喋れなくなっちゃった、なんか。俺が一番最初にスキップしたんだ。お前まさか、お前まさか付き合ってください。お断りします。まさかなぁ。ちゃん、ちゃん、ミネの間行っていいよ。お、そんなに愛されたいのかい。愛されたいの。愛されたいな。愛されたいの。ねえ、愛されたいな。あー、すごい、すごいな、すごいな、圧が、圧が強いな。愛してくれないの、ね、今愛してくれないの。扉に足入れて、鍵閉めてんのに、チェーンで鍵閉めてんのに足入れて、愛してくれないで覗いてる感じだよね、今ね。えっちゃん、やっちゃいなって、見ねえ、あいつ、こいつろくでもないよ。違う、愛してくれない。初めて占い師来た。ナイス。じゃあ俺見守ります。あ、今どうですか、これできんのか、これ、うん、あー、インポスター。えっ、ー、インポスター。嘘、マジであるの。あぶー、あぶー、あぶー、これすごいことだった、これすごいことだったよ、これ。これすごいことだった。これすごいことになった。これボタン間に合ったら勝ってたのに。ね、結局ミネはさ、瀬戸のことどう思ってんの？お断りですよ。お断りですよ。なんで？お断りですよ、そんなの。なんで？ちゃんと理由も言ってあげない。なんで？わかんないよ。なんでよ。言ってあげないよ、ミネ。だって魅力がねってよ、瀬戸。家までついてくんなもん、家まで電柱から覗いてきたもん。いや、ちゃんと家に帰れるかを見てあげてるだけなのにな。怖いよ、怖いよ、怖いよ、怖いよ。ずっと見てるからね。郵便ポストに好きだって書いてあったもん、怖っ。あれくれないか。あれシールドあげようと思った。ちょっと待って、あれ悪女の方いたらシールドあげますよ。ん？本命にしてくれるなら。あれ？あれ？ちょっとなすきの実験していい？実験。はい。俺さ、ラバーズなんだけど。はい。ジャッカルでタスクできんのよ。切るね。え？あ、切れるわ。ウィはい、死んでる、最低だよあいつら。へん、ごめんなさい。あれ、センちゃん死んだ。そうなんですよ、瀬戸朝日ピカクロスの視点の説明をちょっといただいてもらって、停電最中にアーカイブで2人でいて、お互いに小声で、クルーです、インポスターですみたいなことでやり取りちょっと遊んでたんですよ。で、停電開けた瞬間に横に千野さんがいて、開けた瞬間我々のコスコ声聞こえてビビったんですよね。そしたら瀬戸朝日さん、この男悪い男で、ビビってる千野さんを面白がって無言でついていったんですよ。しかも歩調をちょっと緩めながら、でそれで貨物のその覚え毛タスクまで追い詰めて、千野さんが切れますよ、こっち飛行狂気あるんですからね、切れますよっつって切っちゃった。これな、お、お、いや俺はもらってない。なんだ？あ、俺
選んだらいいことあります。俺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 選んだらいいことあります。頑張ろうね。私が本命だよね。本命だよ。だよね、1ターン目に会った時に決めたんだ。ね、そうだね。1ターン目の最初の方にさ、やっぱさ、出会って、あ、シャイノさん。あ、来た。あ、私は観葉植物。私は観葉植物。ちょっと、あ、観葉植物。ポンズちゃん、ポンズちゃん、ねえ、ちょっと。ポンズちゃん、ねえ、バレたかもしれない今。バレたかもしれないわ、もう、まあ。気持ちが悪い。私が本命だよね。だって最初にやっぱ同じとこに現れたさ。そうだよ。だよね。頑張りましょう、ね。ポンズのことを守ってあげるね、私。絶対に裏切らないでね。やっぱ、あれキープされてたのかな、ね、ちょっとね、お前この流れでエッちゃんに本命渡すな。いやもう名言だった今。え、ハチちゃんはなんかキープされてる女でしょ。おいおい、エッちゃん、違う違う、エッちゃんはオンズやろう、こらおめえ、ふざけやがって。エッちゃん、エッちゃんちょっと待ちなさいよ。バレる、バレる、バレる、危ない危ない、危ない危ない、危ない、えっちゃん言うから、結構言うタイプだから、すぐに追わせるから、あっという間にバレるで、あんまり喋らないようにさせないと。俺まで喋れなくなっちゃったよ。YouTuber だから、えっちゃん YouTuber だから、やっぱ言っちゃうよね。本当に危ないわ。やっぱ愛が大事だと思うんだよね。あなた、あの、キープとか言っちゃダメよ、あなた。あなた、あなた、女になってる。危ない危ない、エッちゃん女になってるって。おい、そんなエッちゃん見たくないよね。エッちゃん女になってるって。落ち着いてっちゃん、出てるから声色に、女が直したよ、出てる出てる出てる、誰か褒めて。あー、これ切るな、これ切られるな、直しに行くよ、多分切られるわ、直しに行くよ、下行きます。ゆうこさんこれ見てて、ちょっと見てる、えい。切っちゃった、切っちゃった、え、悪女っぽかったから切ったけど、インポスターだったわ。上で怒ってる、めっちゃ。うわーうわー、待って、のっちさん出てきた。ここに恋人を作るためにうるさくてすみませんに挑戦しました。